はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、まあもうちょっと見えてはいるんですけど、このねネットですごい気になった商品があって、これタバスコなんだけど、なんかね6種類ぐらいあるの。もともとね気になって買ったきっかけがこちらの燻製タバスコなんだけど、燻製のタバスコって食べたことなくない？これちょっと見かけた時に絶対買おうと思って、でね調べたらいろいろ種類があるみたいなんで、これ6種ねセットで買ってしまいました。でこれに合わせて今日は大量にねちょっとピザを買ってきましたんで、早速ねちょっと持ってきたいと思います。はい、ってことで今回はこちらピザハットさんのピザでございます。これをね今回は3枚、 L サイズを3枚と、あとねいろいろサイドメニューを買ってきたんで、こちらをねちょっと紹介しながら食べていきたいと思います。ということでまず1枚目はこちら、プレミアムマルゲリータでございます。もうねめっちゃいい香りする。ちょっと我慢できないんでいただきます。まずとりあえずね普通に食べていこう。でこれ耳にはチーズのやつを入れてあります。こんな感じですね、マルゲリータ、うまそう。よいしょ、いただきます。うんまっ、うんまっ、もちもち、うん、いいね。久々にピザ食べた。マルゲリータのねミニトマトのちょっと酸味がねちょうどいい。うんうん、早速タバスコ使ってみようかな。まずはねこちらハバネロソースの中辛、多分これ普通のやつだと思うんだけど、タバスコかけて、見た目はこんな感じですね。いやだ、よいしょ。あ、うまっ。やっぱタバスコってうまいね。僕今まであのタバスコちょっと正直苦手だったんですよ。酸っぱい香りっていうの、あれが結構苦手で、これはね結構ねタバスコっぽいその酸味っていうか酸っぱい匂いはすごく少ない。タバスコが苦手な人でも食べられるかも。まあ僕もそうなんで、うん、うまっ。したら次これハバネロソース大辛ってやつですね。もうほんとこんな感じ、なんかねほぼトマトピューレみたいなぐらいネトッとしてる。うん、あこれもうまっ。確かにねちょっと辛いけど、さっきよりは全然ハバネロの風味がねしっかりこっちの方が感じられて、まあ、辛さうんぬんっていうか僕こっちの方が好きかもな。うん、うまっ。でもやっぱ食べてると結構ビリビリくるな。じゃあお次にこちらと、これがねハバネロソースの激辛みたいです。多分さっきのよりも辛いはず。こんな感じ、さっきのよりもね全然ピューレ感は強い。うん、辛いけど爽やか。さっきのはね、あの濃厚なトマトみたいな、あの、ちょっともったりしてる感じがあって、パンチがあるんだけど、こっちの方がね、確かに辛さはちょっと強いけど、抜ける感じ、ストーンって。ちょっと1枚目食べ終わる前に、サイド開けていこうか。アップルパイでございます。よいしょ。うん。うん、いや、うわうまそう。うまっ。うん、とりあえずピザを一回中辛に戻ろう。これちょっとこれ2枚食いでいきましょう。挟んでと、うん、
さらに2枚目ですね。2枚目がこちら、ツナマイルドでございます。またさっきとちょっと違ってね、マイルド系ですね。そしたらまずはそのまんまで、うん、うまっ。うん、トマトとかバジルとか入ってないから香りとかはね、とってもシンプルだけど、お子さんとかこれ絶対好きだと思う。うまいもん。まあ、ちょっとそんな話をした後でもう限界なんで、こちらを。ああ、うまい。やった。ああ、うまい。今日もうまい。じゃあちょっと別の食べしてみようかな。次、これかな。こちらもね、まあ、ハバネロソースの中辛なんだけど、色がね、緑なのね。で、なんでかっていうと、なんか、うちわサボテンを使ってるみたい。で、なんかね、ちょっと味も違うみたいなんで、これも試していきたいと思います。見えるかな？ちょっとね、タバスコがね、トロトロっと緑がかってます。これうまい。ちょっと前にさ、ネットとかでも流行った、ゆずすこってわかります？なんかあれよりも酸味は少ないけど、風味はね、それに近いものがある。塩分の少ないゆずこしょうみたいな感じかな、感覚で言うと。うまっ。いや、これお肉系全般に合うわ。絶対合う。いや、でもこれサラダもうまそうかも。海鮮サラダとかもいいな、これで。うまそう。そしたら燻製はちょっと最後に取っといて、これもね、さっきと同じくハバネロの大辛なんだけど、なんかね、違うんだと思うんだよね。何が違うかはわからない。見た目はこんな感じ。まあ、これもドロッとしてるよね。いきます。あ、結構スンってこうスコンってくる辛さだね。これがどっちかっていうと、一番ね、普通の今までのタバスコに近い味かもしれない。うん。うん。普通のタバスコが好きな方はこれ絶対好きだと思う。香りとかはね、一番近い。だから、ね、僕はあんま得意じゃない。うん。うん。逆にこれマルゲリータとか、そっち系のそのトマトの酸味があるものだと、もしかしたらね、ちょっと風味が飛んじゃうかも。マヨネーズっていうか、もったりしてる系、結構パンチのある味のやつにこれかけるとね、爽やかになってね、とてもいいと思う。サイドメニュー忘れてた。これもアップルパイでした。これもアップルパイでした。見えるかな、チーズボールみたいな。商品名なんだっけな、ハニーチーズボール。あれだ、これ多分メープルこっちだ。間違ってかけるの、アップルパイじゃなかった。でもアップルパイもかけても美味しいですから、まあそれは許してください。まあサイズ的にもいわゆるこう、ちょっとこちらも手で、あ、うまっ。このチーズ感が強いから、デザートって感じじゃなくて甘じょっぱい揚げ物だね。うまっ。こっちなんだ、これオマールソースのリゾットフライってやつみたいですね。あ、うまっ。中はね、こんな感じ、ほんのり味ついてる感じかな。うん、うまっ。こっちのツナマイルドの方にもこの大辛合うのかな。こっちの個人的にはね、さっきのマルゲリータには僕これが一番好きだったんだよね。ちょっと違うな、やっぱ爽やか系の方が合うな。ってことはこっちだな、大辛。うん、この激辛はやっぱマイルド系の方に合うわ。やっぱ結構爽やかさが強い分ね、こっちの方がうまい。でも辛い。うん、
そしたら最後にちょっとこの真打ちを、燻製のハバネロソース。見た目こんな感じ。これね、香りがすごい。優勝。うまっ、うまっ。何これ。もしかしたらその辛いのが食べたいよって人にはちょっとね、物足りない辛さかもしれないけど、なんか辛みとかの以上にね、その香りのね、うまみがすごい。うん、はい、こちらも完食。うん、うん、ちょっと3枚目行く前にこれだ、 M サイズだったかな。すげえ入ってる。ほ、あ、うまい。ちょっともしゃもしゃするんでね、ポテト食いすぎて。こちらのカップ麺も今作っていきました。うん、待って、うん、うまい。あ、そしたらこれ最後がいいよ。これが最後で、とろける洋酒チーズのフォルマッチってやつみたいです。僕ね、よく横文字わかんないんで、フォルマッチって何って感じなんですけど、デザートピザ的な立ち位置で。まあ、これメープルね、またもらったんですけど、これはちょっと取っといて、我が家のメープルを。半分だけかけるか、とりあえず。まずは、ちょっとかかってない方から。このピザのね、見た目はこんな感じ。うまそう。うん。めっちゃチーズ、これ。すごい。耳もね、あのチーズのやつにしたから、めっちゃチーズ。うん。ちょっとだいぶ喉乾いたんで、コーラ。ああ。ああ。したらちょっとこのメープルゾーンを。はい、うまい。うん、うまっ。これはもしかしたらめっちゃ重たいから M とかでよかったかもな。うん、そっちだとこぼれちゃいそうだから、器に出して、ここに追いメープルと。いえ、なんでこうメープルとチーズってこんな合うんだろう。めっちゃうまっ。こちらは完食。うん、これピザがね、最後の一切れでございます。うん、はい、ということでね、今ピザとか全部食べ終わりましたけども、今ね、嫁さんがいなくて僕家で一人なんで、ちょっとね、自分の料理作るのめんどくさくてこれはね、取っときたいと思います。はぁ、ごちそうさまでした。はい、ということで今食べ終わりました。いや、めっちゃ美味しかった。久々にピザ食べた。今のピザっていいね、いろいろ耳選べたり、今回はね、頼まなかったけど生地もクリスピーにできたりとかするし、てかその前にこのタバスコとてもいい。すごいいい。やっぱね、僕の個人的には、このね、燻製したやつがね、トップです。でも、料理によってはね、この酸味とか辛味、あとはコクとかも全然種類によって違うので、いろんな料理に組み合わせてね、美味しいものができると思うんで、まあ、ちょっと今後ね、僕もこれ試してみたいと思います。
まあ、もし気になった方がいらっしゃったらね、あの概要欄にどこで買ったかっていうのは書いておきますんで、よければね、そちらからこれを買ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。